ショーレンソイスから船で太平洋側に進んでいきますと、灯台が見えてきました。船をその島につけて灯台に登ってみます。その灯台からはこの付近の様子がよく見えて、とても見晴らしが良かったですね。もう少し先に進んでいくと、きれいな砂浜が連なっているところに着きました。私実は大西洋の水に手をつけたことがないんですね。ここで初めて大西洋の水に触れることができました。